ちは、本屋の簡単店主の萩野でございます。本屋の簡単映画史講座、今日で第3回目を数えます。今日はですね、前回に引き続いて、映画誕生のその後、1900年頃の映画史を、今日も、多彩なゲストたちと辿っていきたいと思います。さて、最初にまず堤健介さんよりお話をいただきます。堤さん、よろしくお願いします。飲みすぎたわけじゃない。はい、脚本家の堤です。僕の方からは映画史に関わりのある人たちにお話を伺っていこうと思っています。さてですね、ちょっと今回は趣向を変えましてですね、ちょっとやっていこうと思っています。映画が誕生した頃ですね、アメリカではニッケルオーデオンという映画館が流行っていました。そのニッケルオーデオンについて誰かに話を伺おうと思ったのですが、ちょっと今回はフィクションでやった方が当時の雰囲気っていうのは伝わりやすいかなと思って、今回は史実をもとにですね、ある架空の映画館の物語として当時のアメリカや映画館の雰囲気をお伝えできればと思っています。ではニッケルオーデオンさん、お願いします。はじめまして、私はニッケルオデオンっていう映画館のメアリーバイ。あら、なんで映画館が喋るかなんて意地悪な言葉言わんでくださいね。こぎゃんもんって思ってくれとるとが大人のたしなみていうもんばい。私はマサチューセッツ州にあるダウンタウンでやらせてもらっとるとよ。私、気づいたらこの町に立っとったんばってん、いろんなお店が入っては潰れて、入っては潰れて、本当に入っては潰れて、商売の続かん、縁起の悪か物件って言われとったとよ。それもこれも、私ば建てた最初のお父さんが、ここで首ばつったからけんって、人聞きの悪かこつば言う人がおるとですけど、あん人、ギャンブルと女遊びで借金まみれになって夜逃げしただけですけんね。変な噂ば立てられて、こっちはいい迷惑たい。それで、長赤骨、私空き物件だったとばってん、そこを今のお父さんに拾ってもらったとが、私の映画館としての始まりたい。さて、何から話そうかね。うちの冠になっとるニッケルオデオンのことから話すのがよかかね。ニッケルっていうのは、五線と銅貨、オデオンっていうのは古代ギリシャに由来する電動ば意味しとると言葉。ニッケルというのは五線と銅貨、オデオンっていうのは古代ギリシャに由来する電動ば意味する言葉、合わせて五線と銅貨の電動っていう意味たい。簡単に言うと、ワンコインで安く見れる映画館の言葉、ニッケルオデオンっていうとよ。たくさん出し物をしとるボードビルの劇場の入場料が15セント。それも大きかたっか劇場に比べたらお財布に優しい。そのボードビルの劇場よりもニッケルオデオンははるかに安かとよ。価格破壊たい。ニッケルオデオンは1905年6月にハリー・デイビスさんとジョン・ハリスさんがペンシルベニア州のピッツバーグで開館したのが始まりてたい。それまで映画の夜間興行ばしとる劇場はあったとばってん、デイビスさんとハリスさんが初めて一日通して映画の上映ばする劇場を作ったとたい。ピッツバーグっていえば鉄鋼と石炭の町。ニッケルオデオンはそこで働いとった移民の労働者たちの人気ば呼んで商売繁盛。アメリカは移民の国、安い賃金で働いて英語がうまくしゃべれん、わからん移民の労働者の人が大勢おると。映画っていうのは見るもの、見るだけで意味がわかるもん。そこに言葉は関係ないと。それに入場料も手ごろで安か。誰でも気軽に楽しめる娯楽ばい。お金もなか、言葉もわからん人たちにはうってつけ。それが人気の秘密たい。
そぎゃんもんですから、ニッケルオデオンはアメリカのあっちこちにタケノコのごつ生えてきて、今では1万貫もあるとたい。うちにも移民のお客さんがたくさんおらっしゃるとよ。私、正真正銘のアメリカ生まれですけん、本当は英語ペラペラなんですけど、お客さんで来とらす日本のお兄さんお姉さんのしゃべる言葉は聞いとったら、なんか面白かねーって思ってすっかり覚えてしまいました。あ、今なんで映画館に耳があるのかって思いませんでした？そこは大事じゃないとよ。ニッケルオデオンのお客さんにはそれくらい生まれた国や言葉の違う人が大勢おるっていうことたい。私の今のお父さんもイタリアから流れてきた移民だったとよ。今のお父さん、最初はピッツァのお店をやっとったんですけど、料理の腕は今一つ、味もさっぱり、お客さんはつかん、お店はいつもかんこどりが鳴いとったと。あん人、なんで料理のお店はやろうとしたとかね。お父さん、すごい借金作って、うちで開店したもんですけん、結局、ニッチもサッチもいかんくなって、首ばつろうとしたとよ。でも、いざ首ばつろうとしたら、なんか急に知るのが怖くなって、最後に映画ば見ようって思ったとよ。お父さん、すごく映画が好きな人だったけん。私の今の愛称になっとるメアリーっていうのも、近頃映画によく出ている可愛らしいお嬢ちゃんのメアリー・ピックフォードさんから取ったものたい。まあお父さんってひいきにしとる女優さんが変わると私の愛称もコロコロ変える浮気者なんですけどね。それでね、お父さん、近所のニッケルオデオンで映画ば見たらなんか死ぬのが惜しくなったとよ。こぎゃん面白かもんがいつでも見れるとに、なんで死なんといけんとって。でもニッチもサッチも行ってないけん、お店は畳まんといかん。それで次の日、お父さんは店じまいの最後の営業って思ってお店ば開けたて。やっぱりお客さんはさっぱり。お父さんは型ば落としてお店の看板ば片付けようとしたと。そん時、わっか男の人がやってきたとよ。お父さんは最後のお客さんって思ってワインやピッツァを気前よく大盤振る舞い。そのお客さんってワインは何本も開けたくせにピッツァは一かじりでやめたって。本当にお父さんの料理はダメだったとよね。それでお父さん、お客さんの話はいろいろ聞いたとだけど、その人、ニッケルオデオンの映画館ば作れる貸し店舗ば探しとったて。その人が、あのライオンの吠えとるロゴの映画制作会社 MGM の責任者になる若かりし頃のルイス・B・メイヤーさんだったとよ。あん人、最初はニッケルオデオンの興行から映画ば始めたとよ。メイヤーさんもロシアからの移民で、ニッケルオデオンさんにはそぎゃん移民の起業家がたくさんおるとて。そん頃、メイヤーさんは小劇場ば改装した映画館ばオープンさせたばっかりで、事業ば拡大するために小さか劇場や貸し店舗を探して回っとったて。そん帰りにお父さんのお店に立ち寄ったというわけたい。そん話ば聞いたお父さん、渡りに船てメイヤーさんにうちのお店ば買わんかと持ちかけたと。覚えてますよ。そん時メイヤーさんの目つきが変わったのば。ニッケルオデオンの起業家は裕福な人ばっかりではなかったとよ。法律に関わる設備投資ば少なくするために劇場を大きかもんではなく小さかもんにする必要があったと。私はニッケルオデオンにするにはちょうどよかサイズの建物だったとたい。そぎゃんわけで私はピッツァのお店からニッケルオデオンの映画館に早変わり。うちのお父さんも今ではこの映画館の支配人たい。私、ピッツァのお店ばやっとった頃はお葬式みたいに静かにしとったんですけど、ニッケルオデオンになってからは嘘みたいに繁盛してにぎやかとよ。
毎日鑑賞マナーのスライドが上映されるとオルガンの演奏が始まって映写技師さんが映写機場からから回してスクリーンに映画が上映されるとよ。それは国も言葉も違う人たちが同じ場所で同じもんを共有できる。なんか夢みたいで素敵なことだと思いませんか？お父さんがよく言っとるとですけど、映画は誰でも楽しめるもんたい。ニッケルオデオンでは高価チケットやお堅いドレスなんて必要なかと。さあ、どこのどなたでもいらっしゃい。ご先祖で映画ば楽しんでいってくださいな。飲みすぎたわけじゃない。今回ニッケルオデオンのメアリーさんのお話を朗読しました。小沢真由と申します。私が九州の出身ということもありまして、今回九州弁で話をさせていただきました。鉄鋼と石炭の町ピッツバーグで始まったニッケルオデオン。北九州も石炭と鉄鋼で発展した町ですので、九州弁で話すことでどこか通じるものを感じていただけたのではないかと思います。今回朗読を担当させていただいたことで、今日本にもたくさんあるミニシアターの原型ともいえるニッケルオデオンの歴史を知ることができて、とっても興味深かったです。安い賃金で働いて英語がうまくしゃべれない、わからない移民の労働者たちの唯一ともいえる娯楽が映画だったのかな、なんて当時の人たちに思いを巡らせて胸が熱くなりました。ありがとうございました。